ガールズグランプリ二ゼロ二二平塚特別インタビュー振り返りインタビューを柳原真央選手とともに行っていきます柳原選手よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいまずはねあデビューして四年とちょっとですよね、うん、そこでの初出場、はい、初優勝ということになりましたここまでの道のりを今思うとどうですか まあ今思うと、まあ、大変だった面もありますけど順調に来たなって思うこともあります <laughs> まあその「順調」っていう言葉もね、まあ、私はずっと見てたんであれだけど、はい、もう淡々と毎日日々をこう過ごしてるなっていう印象がありましたけどねどうですか、はい、そのあたいやそうですね、まあ、欲もいろいろありましたけどもう何よりも <laughs> 欲を。 出しすぎずに淡々と練習できましたね、うん。ちなみにその欲っていうのは初めて聞くけど、はい、言える範囲でなんか欲はあったのかな。いややっぱ勝ちたいとか。そっちのね。はい、そそっちの方ですね。うん、いやもうちょっと休みたいなとか。<laughs> あいやでもそうですね。グランプリ取るまでそんな遊びたいとか休みたいとかはあまりなかったですかね。うん。 ものすごい練習したからね、はい、まあそんな中で撮りました、えー、平塚競輪場を、ねあのーえー、オールガーズそしてグランプリと撮ったわけですけれどもまず平塚競輪場のね、はいえー、印象どうですか柳原選手から見て。まな板の、うん、まず照明がすごい自分の気持ちとしても盛り上がる照明で,、うんでまあ、お客さんの顔もすごい見やすくて。うん まあ、バンクとしてはすごく癖のなないいい走りやすすババンバンククだと思まは癖がないし演出もね特にグランプリの、あのーはい、発想前の演出なんかもねかなり独特だったなっていう感じしますけどすちょっとびっくりしたでしょあれね。いやーそうですねまあでもグランプリなんだなっていう実感はすごい湧きました。<laughs> ねそんな中で ことし、昨年ね、賞金女王という形になりました、まあ、まずちょっとあのグランプリ開催についてもちょっと聞きますけれども、はい、当日までのこの本番までの過ごし方なんかは、どうでしたか。全県日入ってからは、まあ、グランプリの空気に飲まれないように、まあ普段の自分で過ごせていたかなと思います。その中で 取れるなって思う気持ちとかはちょっとあった取れるっていう気持ちはそんなになかったんですけどいつも以上に何か周りが見えててすごい感も良かったなっては思います。開催中も冷静にととそそうですねね <laughs> れは毎回出るといいよ、ね <laughs> でそれではね、えー、今年、えー、5月にもね平塚で、はいえー、ビッグ行われますよねそこに向けて、はいえー、平塚で行われる、えー、ビッグ3連覇っていうものね平塚だけの3連覇ね<っ>もうかかると思います、えーはい、そういったことも踏まえて、えー、最後にファンの皆さんに一言お願いします。 えっと今年5月にもまたビッグレースで、えっと、平塚競輪場を走らせていただくんですけども、まあ、3連覇でもなりますけど、まあ、そこはあまり意識せずにもう自分はチャレンジャー精神で、まあ、ビッグレース走っていきたいなと思いますとあと、まあ今年から g 1も設立されて、まあ、ガールズ競輪より一層自分としても盛り上げていけるように頑張りたいと思いますのでまた応援よろしくお願いします。 はい。柳原真央選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。